8時37分発新千歳空港行き快速。おはようございます。もう昨日のうちに札幌を過ぎてしまいました。また帰りによるでしょうね。日本一周ですから北海道の地を再び踏むわけですが、ここは札幌の南、北海道千歳市 JR 北海道南千歳駅の前です。奥から飛んできたあの飛行機はあまり詳しいことは分かりないんですけれども、自衛隊の戦闘機、航空自衛隊アメリカで作った F-15 という戦闘機はあれでしょうかね。多分違うだろうな。今日は千歳航空ショーの時間というか、今日は航空祭をやっておりまして、私も知らなかったんですが、年に一度、全国から10万人が集まる北海道千歳を舞台に広げられる一大イベントです。本日8月4日の予定のご説明、まずは札幌をすでに離れ南下して千歳、これからさらに、室蘭本線とか、まあ、そういうところを通るんですけども、苫小牧、室蘭、長万部を経由して一気に夜までに函館に移動します。そして、今日の夜函館を立つ船に乗りまして、目的地は青森です。明日の早朝4時に到着をする予定です。札幌から函館方面への移動には2通りのルートがありまして、一つは私が今回通る室蘭周り、もう一つは小樽周り。本当は小樽周りの予定でしたが、昨日の夜友達に千歳で航空ショーをやるからそれ見てきた方がいいよ、年に1回だからと言われて見に行くことになったわけです。それでルートは急遽変更しました。あっちに現れたな。通常の飛行機とはもうその性能が違います。最高時速3000キロぐらい出るんじゃないですかね。ああいうのが飛んでいる傍らこっちでも頑張っています。あの航空祭の開業じゃないや、あの航空祭を今日やるおかげで一般の飛行機のダイヤはかなり乱れるようです。北海道特有のちょっと安い航空会社 LCC ではありませんが、エアドゥ。この南千歳駅はもともと千歳空港駅として作られた駅で、この目の前に千歳空港もありました。しかし千歳空港が移転し新千歳空港となったので、もうこの駅は空港アクセスとしての役割を終えたわけです。この長い通路、これね、ここでちょん切られてますが、もともとはもっと長く伸びていて、千歳空港のかつてのターミナルへ接続をしていたようでした。旧千歳空港は廃止になったわけではなく、航空自衛隊千歳基地としてそのまま使われているそうで、その千歳基地で、今日はイベントがあるから、この南千歳駅も大変な混雑というわけです。列車の中も混みすぎていて、動画を撮ることは全くできなさそうでした。ヘリコプターも来ました。なんかお魚みたいな格好をしています。昨日は友達の家でぐっすり寝させてもらって大変助かりました。これはスーパーで買ったやつですが、味付け海苔の、おにぎりで48円。今度また猛烈な音がしてきてですね、何か飛び立つようですよ。来た来た、飛ぶぞ。なんか飛ぶみたいですよ。すごい音です。これは沖縄の人も大変ですよ。おお、早すぎてどこ行ったかわからなくなっちゃった。早い早い。また次も飛ぶようですよ。おーおー、飛んでった。すごいな。しかもものすごい音です。こりゃ国を守るためのね、戦闘機ですから。一般の旅客機だと騒音規制で様々で対策しなきゃいけないことがあるようですけど、そんなことを言ってる暇はないということかな。あ、2機一緒に飛んでるわけじゃなくて、さすがに1機だったけど、また次が飛んできます。おー、すごいね。こんな次々離陸できるんだ。普通は前の飛行機が、はい、じゃあ行きましたので次の飛行機も、はい、そろそろ準備を始めてみたいな風に言って飛ぶわけですけど、前がもう飛び立つか飛び立たないかのうちにまた次のやつが来てますよ。へえ。それはね、敵が攻めてきてるっていう時に前の飛行機が行くまで順番待ちなんて、そんなことやってられませんから。あそこでゆっくりと今ジェット機が着陸するところですけれど、それに比べるとさっきの戦闘機の動き、なんとキビキビしたことか。でもあの方が随分静かですね。本当動きが速すぎてカメラで追いかけるのも大変です。すごい音が後からついてきてるよ。見ても分かんないと思いますけど、音より速く飛んでるからああいうことになるわけですね。なんかまた飛んでったぞ。またなんか来るな。この飛行機の変態飛行を今から。人がいないところの方が落ち着いて撮影ができていいとも思ったんですが、せっかくみんながいいところをね、示してくれてるんだから自分もついてくることにしました。基地の中がよく見えます。そしてその中に人がたくさん集まってますが、あそこまで行かなければいけないので、航空祭自体にはちょっと直接入場するほどの時間は持っていません。
やっぱり高いところに登ってくるっていうのは意味のあることで、あそこに止まっている飛行機、旅客機のように見えますけどね、窓がついていません。もちろん日の丸を掲げる自衛隊の飛行機ですが、変なね、アンテナみたいなのつけてます。あれは実際アンテナというかレーダーみたいなものだそうで、あまり詳しくは分かりませんが、E767 という私たちが普段乗っている旅客機を改造したもの、地上からの防空体制だけでは、外国から飛んできた飛行機すぐに確認することができないということで、あれをどうも、私の間違いでなければあれをですね、上空にあらかじめ飛ばしておいて、でそれで何か変なものが来た時に空から、察知する、でそのような使い方をしているんだそうで、武器の発射などは特にしないようですと思ったら何か来た。あれはおうおうおお、新しい政府専用機だな。あちらもまた旅客機の改造型というか、一般に私たちが使う旅客機と一緒ですが、護衛の飛行機みたいな感じでついている。おお、すごいすごいすごい、焼けてよかったな。また来た、すごい技術だ。鳥を見てるみたいです。へえ、これ現実の光景なんですね。綺麗にぴったりと息を合わせて飛んで、そんなことが可能なんですね。私は歩くのだと同じペースで合わせるのは難しいと体育の先生に中学の時怒られたのを思い出します。動き出しからして速いな。あれも F15、 あの最近話題になっている戦闘機は F35 だそうです。よく見たら両方一緒に離陸と、本当にすごいね。ぴったりとあんな息を揃えて、ああこういう風に航空自衛隊の技術、その強さを、みんなに見せる航空ショーというのは、おそらく自衛隊を身近に、感じてもらうためというのと、自衛隊の支持拡大のため、拡大というかね、自衛隊が嫌う人もいるわけですけれど、自衛隊にみんなに親しみを持って感じてもらいたいためと、そういった狙いもあるものと思いますが、それぐらいのことはね、やった方がいいと思うんですよね。おおお、すごいすごい、あそこで左右にぴったり離反していったの、今映りましたか。おお、ぐるぐるなんか極限飛行やってる。この後ブルーインパルスという有名な、飛行チームも来るんですけれど、残念ながらブルーインパルスの到着まで私はいることができません。こんな国を守る大変な仕事してる人がね、親しみを感じてもらえなくてどうすると思うんですが、面白くて無限に見ていられるんですけれども、列車の出発時間もあります。うちのチャンネルの視聴者の方でも自衛隊の方が非常に多いそうなんですが、そう、皆さん大変なお仕事だと思いますけど、お疲れ様です。ありがとうございます。ご案内いたします。本日お帰り駅の本日が見込まれます。お帰りの JR トピックをじゃあもう今からは休みなしの移動です。途中長万部で少々の休憩、森ではイカ飯を買う余裕があると思いますが、函館の到着時刻は19時40分だったと思います。ラッキー。 JR 北海道では U シートって有料サービスをやってるんですけど、この列車は普通列車で、普通列車で乗る場合は無料なんですよ。快速エアボートとして運行している場合は U シート500円取られるんですけど、500円かかるシートにタダで座れます。航空自衛隊千歳基地の脇には通常の民間用新千歳空港もあります。私を家に泊めてくれた友達は今日飛行機に乗って台湾へ行く予定で、さっきまでは一緒に列車に乗っていました。まもなく苫小牧、大型のトラック、コンテナ、なんとか運輸という会社、倉庫、そういったものが数多く並びます。
次の苫小牧は紙を作る製紙の町として知られ、また港町でもあり、日本で一番多い内航貨物というんですが、あの貨物の国内線ね、それを取り扱っている立派な港でもあります。左側もこんな感じ、ずっとひたすら大型トラック、トレーラー、コンテナ、そんなものばっかりです。海のところでは日本で初めての内陸式掘り込み港って言ったと思うんですけども、海にそのまま船をつけるのではなくて、内陸のところに、湾を掘り込んで、そこから、荷物を沿って送り出すという形の、独特の港があって、それは飛行機からであれば簡単に見ることができます。ホームから見える製紙工場、いつ見ても立派です。苫小牧は北海道の中で人口は全体的に減ってるわけですけども、札幌と同じように増えている数少ない力を増しつつある市です。バスの路線図がありましたけど、苫小牧港はこんな感じ、定規で引いたような直線です。まあ路線図の地図ですからね、それはあの直線的な書き方にもなるかなとは思うんですが、あの本当にこんな感じの形をしております。私乗る列車間違えました、早く来すぎましたんで、駅の裏のスーパーで買い物、飲み物のお金も本当に1円でも節約したい状況で、また、それでも他に必要なものもあったのでちょうどよかった、ドンキホーテと山田電機がありますで買ってきました。合計ですね397円、税込みで水がいくらかのしょうがないです、税抜きで水が68円、寿司バイキングが税抜きで300円、こんな寿司なんか食べてと思うかもしれませんが、苦肉の策でして、この苫小牧の名物はホッキ貝だと言いましたが、普通にホッキ貝をお弁当とかで食べると多分800円とか1000円とかそれぐらいします。ホッキ貝カレーも有名ですが、やはり高いものです。ただこれがたまたまですね、さっきのドンキホーテで寿司バイキングをやって、まあ普通の寿司と違って1貫150円と高かったんですが、ホッキ貝が売ってて、これ苫小牧さんかどうかは知りませんけど、ともかく美味しそうです。この太巻きも150円、苫小牧さんのホッキ貝なのかそうでないのかは知りませんが、信じるものは救われます。味は美味しいと思いますよ。柔らかく歯ごたえがあって、普通のスーパーの寿司はねかなり美味しいと思います。これもいいですね、こんな大きくて150円。だんだんと南下してきましたが、まだここは北海道、随分涼しいですね。日陰であればもう暑いという感覚は全く持つ必要はありません。今日は8月の4日というわけで、冷房もないので窓を開けていきましょう。時刻はもう13時、昼下がり、涼しい風が吹き込んできて、みんなも気持ちいいのか眠っている方が多いです。普通列車は混んでいて、途中白老、登別、大きい駅に停まってもお客さんが減る見込みはあまりありません。この登別は登別温泉で有名なところ、なんだっけな、日本なんとか三大温泉じゃないですけど、なんかそういう感じのやつにも、ね、入ってたと思います。この登別温泉は、バスで確か400円しないで温泉街まで行くことができ、温泉もいい温泉に400円で銭湯入ることができ、ただで立派な地獄谷、天然足湯など素晴らしい景色を楽しむことができる北海道おすすめの観光地です。今回も行きたかったのですが、お金があまりにもないので、ちょっとやめておこうと思います。この間、行きましたご紹介の様子、皆さんに楽しんでいただければと思います。列車が登別駅でしばらく止まっているのは、後からやってくる特急列車に道を譲るからです。あれに乗ればあと2時間半ほどで函館へ着くことができます。昨日札幌で買ってきましたザンギ、唐揚げと何が違うのかよくわからないんですが、あの味の付け方だとか大きさだとか言われております。まあ大体唐揚げのようなもの。東室蘭の駅ではまた乗り換え、あっちにも止まっているおしゃまんべ駅です。で、このおしゃまんべ駅という列車が非常に本数が少なくて、札幌から函館海回りで行くときにはこの列車に乗る以外にはそう簡単に接続いいのがありません。だからみんな多分ね、この列車に乗ってたお客さんたちほとんど青春時代しか来てない、私みたいな貧乏旅行的なことをやってる人たちだと思うので、あの列車も混むんだろうな。駅は和の市です。昨日の赤手だもん、ダッシュのせいで足が思うより動くね。釣り手といらないようご用意です。
前の方へお進みください。発車待ち合わせのため3分ほど停車いたします。恐れ入ります。発車まで猛暑整理券をお取りください。通列車お茶番手行きです。列車は今伊達門別を出ました。もともと仙台藩幕府側に仕えていた人が江戸時代の終わりに逃げてきて作られたのがこの伊達市だということです。画面目の前に見えるあの山は有珠山です。2000年に噴火をしたことで有名です。その噴火の際、地元の地震学者の方でよかったのかちょっとね、誰なのか私もちゃんと分かっていないんですが、その避難指示を出す、その、役割を負っている方がですね、ここで避難指示をすぐ出す、絶対出せ、今すぐ避難しろと言って、そして避難したところ、実際に、地震を持ってそこで避難指示を出し、全員避難したところで、まさかこんなところで噴火なんか起こらないだろうと思ったら、本当に噴火して、死者は確かゼロだったんじゃないかな、非常に、うまくいったという、めでたい話があります。それからこちら昭和新山、これもまた、昭和の初め頃に、突如、あそこは田んぼだか畑だったそうですけれども、それが噴火して、大きな山になった観光名所、いつか行ってみたいと思っているんですがまだ行ったことはありません。昭和新山と有珠山が本日は大変よく見えます。次こちらは洞爺駅。洞爺も大きな町ですぐ近くには洞爺湖、国際会議洞爺湖サミットも開かれました。時間があれば絶対に見るべき品のある美しい湖、それが洞爺湖です。サミットが開かれるのも納得です。次の停車駅小幌は全国から鉄道マニアが集まる秘境駅として有名です。駅を出てもどこへも行くことはできません。なんでそんな場所が存在するのか、結構不思議な歴史もあるんですけれど、この列車からも本日鉄道マニアを多く運んでいて 5,6 人が降りるようです。私の視聴者の方も一人お乗りだったんですが、これから行くとおっしゃっていました。降りるお客さん相当な行列になってますよ。この駅は廃止の予定だったんですが、地元のですね、何町だか忘れましたけど、地元の自治体がお金を出すから存続させてくれと言って残っている駅です。観光としての需要が大きいんですね。大きいというのかどうかは分かりませんが、このようなあまりに簡素な駅、あちら側もトンネル、こっちもトンネルで、2つの狭間にある小さな駅です。本当にどこへもここからは行けませんからね。ほとんどの人がここで一生懸命写真を撮っているから、やっぱりこの列車に乗っている人は観光客、鉄道マニア、そういった類の人ばっかりのようです。乗り換えの関係で長万部で40分ほど待ち合わせ。長万部には東京理科大学基礎工学部のキャンパスがあります。東京理科大学長万部キャンパスってのは、ね、すごいんですが、他にも、山口東京理科大学ともう一個あります。諏訪東京理科大学、公立になったんでしたっけ、東京どこなんだよって感じですが、基礎工学部は、一応ですね、もう全寮制みたいなのを売りにしてて、1年生の、最初の1年だけ長万部キャンパスに通うということなんですが、ちょうどホームに降りたらですね、たまたま視聴者の方で長万部キャンパスに通われてる方がいて、話いろいろ聞いたんですよ。正直長万部キャンパスどう思ってんですかって言ったらね、みんな函館とか八雲とかこの南の方の町に遊びに行くってことが休みあるらしいんですが、それ終わった後でまた監獄生活が始まるとかね、早く東京帰りたいとか、なんかそういう話をね、してるみたいです。この長万部はそういうわけで、18歳19歳が人口の中でも突出して多く、住民票の移転なんかするとね、政治にまで選挙、町議会選挙ありますから、18歳選挙権になりましたんで、それで町の政治、それにまでね、いろいろと影響が出るんじゃないかなんていう話も出ている面白いところです。面白いってのは人事だからそんなこと言えるんですけど、町にずっと住んでる人たちはどう思うんでしょうね。でも住んでる人たちには確かに投票権はあるのです。その長万部高知市長じゃなかった、間違えました、すみません。長万部キャンパスがですね、あちらに見えてるあれだと思います。視聴者の方も結構ねおられるようでして、夜の小幌には行っちゃダメだとかね、そういう注意がなんか大学ではされてるらしいです。ダメなんです、すみません、悪い動画を出してますね私。
で、おしゃまんべ交渉とかそんなことばっかり言うとですね、おしゃまんべに唾吐いて帰るみたいな感じで、私この町好きですからね、ちゃんとご紹介しておこうと思います。はい、まずこちら、これはおしゃまんべの有名な会社金谷、金谷さんのカニ飯が、有名です。カニで作ったカニお弁当ですね。おしゃまんべの駅弁で昔は特急列車にも積み込んでくれたんですが、最近はどうなの、まあ、全国いろんなところで売ってますけれど、ここの1回降りて降りないとおしゃまんべでは手に入らなくなりました。列車での車内販売もやっていません。これが全国的に有名なファンの多いカニ飯本舗。ここに来て買った経験のある人は少数だと思いますけどね。私も買っていきたいんですが、お金がありませんので、皆さんには画像でお楽しみいただくことになると思います。これですね、街には関営東京理科大書いてあって、特に春の時期になると新入生がやってきたり、3月になると1年生が帰っていったりしますので、そのお見送り、お出迎え、そういったこともやっているみたいです。結構街を挙げて、ね、あんなことは言いましたけれども、大事にされている存在のようですよ。おしゃまんべにはもう一つ名物の駅弁がありまして、そば弁当折り詰めそば。ここにこのように書いてありますが、まさにこんな感じのお弁当です。駅弁というのは本来その認められる定義として中にご飯が入っていなければいけないのですが、これはなぜか全く入っていない盛りそばを入れてそこにおつゆをかけて食べるというものなんですけれども、なぜかですね、駅弁として認められている珍しいものです。ただ本日は日曜日営業してないんですね。月曜日10時半からまた営業と Google マップには出ていました。おしゃまんべはまた温泉も素晴らしいところ、本当にいいお湯が出ます。一度だけ泊まったことがありますが、その時もね、うちは何にもないけど温泉だけはいいところ、前にもこういう話しましたけどね、そういう場所、そういうことを言う人たちの入る温泉は本当にいいところです。香りの強い、効果のありそうな温泉でした。古い旅館が多いですけれど、それもまた味があって私としては好ましく思います。